はい、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレマーをフォローしています。9月10日の木曜日のマットマネーなんですけども、いやー、この日もね、株式市場下がりましたよね。ぐーって水曜日上がってたのがね、行ってこいになったみたいな感じで、ジムクレマーね、またね、株価ひどく落ちたよねと。それでここ5日間で4日目のネガティブデーだと。でチャート見るとこうなってますよね。まあ、3日どん下がって、水曜日ぴょこんって上がったんだけど、また戻ったってことですよね。これ SPY ですけども、まあダウンもね、似たような感じでドーン下がってて、ぴょこん上がってまた下がると。でナスダックもね、それ顕著ですよね。こうドーン下がって上がって、お、ここも上がんのかなと思って、やっぱ日中ダメかってなって戻って終わったってことですよね。でジムクレイもね、今日のようなこう行ってこいでこう下がった日っていうのは、キャッシュを持っておけばいいと、そういう思いを強くする日なんだと言ってるんですよね。だ、例えば水曜日ここで上がった時に、よし、じゃあ処分しとこうって言って、処分して現金比率高めてたら、今日のような日っていうのはいい感じで相場を見れただろうと。もし全然現金を持ってなくて、耐えるだけ耐えるだけってずっと耐えてたら、今日の下がりはまさに悪夢だと。そもそも9月は株式市場にとって良くない月。今はキャッシュイズキングなんだって言ってるんですよね。まあ、で、週単位でいくと2週連続のダウンになるかっていうところなんですけども、ジムクレイマーね、自分はここのところ数週間、利益が乗ってるなら利確をするように進めてきたと。それで自分のファンドはテクノロジー株についてはほとんど全ての株を売ったんだと。種類的にはですよ、 Every single stock を売ったんですよ、テクノロジー株に関しては。だから全部売ったわけじゃなくて部分的に売ったんですよ。でここでですね、これを取り出してきて、これですよ、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、これリンゴなんですよね。これリンゴ取り出してきて、めちゃくちゃいい株も売ったんだって言ってるんですよね。だからアップルも部分的には売ったんだと。ジムクレイマーね、このリンゴに関しては15年間で初めて売ったんだって言ってるんですよ。全部じゃないですよ、部分的にですよ。だからどのテクノロジー株も部分的には売ったんだと。でなぜならこれだからだって言ってて、これですよ、たびたび出てきますよね。ブルはお金を儲けることができる、ベアもお金を儲けることができる、だけど豚は屠殺されるのみだと。いやー、豚かわいそうですけどね、こういう言い方されるとね。でもまあ豚さんしょうがないですよね、そういう例えで使われますから。貪欲な人っていう意味で使われますからね。欲豚は死あるのみだと。でジムクレイマーはここ数週間改めてね、自分のファンドが持っているその銘柄を一つ一つ見て、今までどれぐらい利益が出てんのか、一株当たり利益のね、期待伸び率がどうかとかね、一つ一つ注意深く見て、でまあとにかくね、儲けがね、めちゃくちゃ積み重なってるのを見て、ジムクレイマー、自分は自分で自分の心が欲にまみれていることに改めて気づいた。で、やはりこれが大事だと思ったんだと。ディサプリンですよ。規律ですよ。やっぱり規律が大事だとその時思ったから、売ったんだと。で、分かってる分かってるって言ってるんですよね。バイアンドホールドってあるだろうと。みんながお題目のように唱えて好きなやつだと。ちょこちょこ売り買いすんなよと。長期目線で考えろ。株は上にしか行かないというやつまでいると。で、それらは、ある意味では本当に大切だとジムクレイマーは言ってるんですよね。だけど、そのバイアンドホールドっていうコンセプトも、このコンセプトには株式市場において勝つことはできない。この言葉をメモして覚えておいてほしいって言ってて、言ってるのが以前にもちょっと出てきましたけども、これですよ。Discipline trumps conviction。これを書き留めて覚えておいてほしいって言ってるんですよね。ディサプリンはね、規律ですよね。で、トランプスっていうのは、これどうして使うと、こう、任すとか、勝つとか、そういう意味なんですよね。で、これトランプ大統領のトランプですよ。だからすごいですよね、名前がね。名字がね、任すなんですよ。任すくんなんですよね。で、名前ってね、ちっちゃい頃から何回も何回も呼ばれるもんなんでね、少なからず人格形成に関係あると思うんですよね。で、トランプ大統領ね、成り上がり人生ですよ。何回も破産しても全然大丈夫。名前がトランプだからっていうのあるかもしれないですよね。まあいいや。で、規律は任すんだと。何をっていうとこれですよ。コンビクションですよ。コンビクションっていうのは、確信とかね、信念とか。この株は絶対大丈夫だから持っとこうっていうその確信ですよね。で、ジムクレイマー、確信を持つことっていうのは株の売買にめちゃくちゃ大事だと。で、それがないと儲からないんだけども、それでも規律は確信に勝るんだと。あなたがどんなにその株のことを愛していても、利益が積み重なったら利確しないといけない。だから自分のファンドも泣く泣くね、テクノロジー株をいろいろ売ったんだと。で、アクションアラートプラスの会員であればその様子見れるんだけども、ジムクレイマーね、こう、売るときっていうのはめちゃくちゃ苦痛なんだって言ってるんですよね。自分がテクノロジー株売ったとき、
文字通り自分は自分のこのトマトガーデンに隠れるように身を潜めたんだと。それほどひどい気分だった。もう恐ろしい気分だった。Horrible, terrible, the pain ですよ。心が痛かったって言ってるんですよ。だけど、これが規律というもんなんだってジムクレイも言ってるんですよね。この痛みが規律なんだと。それでしばしば規律があなたを救うんだと。確信っていうのはあなたに儲けをもたらす。だけど規律っていうのはあなたのお金を守るんだと。でジムクレイはね、今週の火曜日までの下げはハードなものだった。3日で 10% の下げだと。で、自分はね、その時ね、バウンスを予想して水曜日上がるかもしれないよって言っただろうって言ってて、で、まあその通り水曜日上がっただろうと。でも利確しようねって言っといただろうと。で、ジムクレイはね、自分のファンドの今現金比率は 15% だって言ってるんですよ。で、現金比率がね、どれぐらいで高いかっていうのは本当各々の事情によると思うんですよね。ジムクレイのファンド的には 15% っていう現金比率っていうのはめちゃくちゃ高い部類なんですよ。で、自分なんかね、15% 大したことないんじゃないかなって思うんですけども、ジムクレイマン 15% もめちゃくちゃ高い。普通こんなに現金持つことなんてありえない。だけどなんで今こんなに現金比率を高めてるか。5つの理由があるからそれを言っていくよって言ってるんですよね。はい、ということで現金比率を高めてる理由1つ目。Incredible Market Run。まずはね、ここまで株が信じられないぐらいに絶好調で上がってきたことですよね。あとそれに加えて、Couple of Weeks。Historically tough month of September。 今までドーン上がってきたことに加えて、今9月だと、この月が悪いんだと、歴史的にタフな月なんだってことなんですよね。これでだから今現金比率を高めてると。でジムクレイマーね、セルインメイとか言われてるけども、最もタフな月っていうのは5月とか6月じゃないと。株式市場にとって悪い月っていうのは実は9月が最悪なんだと。でこういう記事もありますけどね、September has a worst track record ですよ。9月は最悪。で、この記事の中に書いてるのは、第二次世界大戦からずーっと見てて、9月っていうのは最悪の株式市場のパフォーマンスなんだと。で、その平均はマイナス 0.5%。だから最悪なんだと。で、なんで9月悪いかっていうと、もう8月とかがめっちゃいいからだってことなんですよね。で、8月はすごいいい月の一つで、で、めっちゃ上がる時が多いと。で、その中でこの今年ですよ、2020年 SP500 だと8月の上がり率、これ 7% 上がったんですけども、もうベスト8に入ってるんですよね。で、ダウだと 7.6% 上がったんですけども、これも第7位なんですよ、歴代。という風に、で、一般的に8月ぐわー上がるから9月はちょっと一休みというか下がる時があって、で、特に今年はもう歴史的にもめちゃくちゃ上がった8月だった。9月下がっても不思議じゃないよねってことなんですよね。で、現金比率高めてる理由二つ目。リスクリワード的にあんま良くないと。ここから上にかけるっていうのはどうかなってことなんですよね。で、これは何かっていうと、チャート解析からなんですよ。で、これは前日の9月9日の水曜日のマットマネーでやってて、で、カーリー・ガーナーさんのチャート解析なんですけども、まあ、これについては、メンバー限定動画でやりましたんで、よろしければぜひメンバー登録どうぞよろしくお願いします。現金比率高めてる理由三つ目。もうこのワシントンにおけるフラストレーションがもう溜まりまくってるってことなんですよね。でもこれ異常事態だとジムクレイも言ってるんですよ。景気刺激策の合意が全然見えない。でジムクレイはね、もしあなたがパンデミックで大打撃を受けてる業界で働いてなかったら身に染みてないかもしれないけども、レストランとかジムっていうのは、空いたは空いたけども、25% のキャパでしか営業できないようになってると。これはほとんどのカフェとかバーにとってはもう死刑宣告なんだとジムクレイも言ってるんですよ。でジムクレイはね、これを取り出してきてて、この袋ですよ。ちっちゃいかもしれないですけど、こうバーサンミゲルって書いてるんですよね。で、これジムクレイマーがオーナーのブルックリンにあるメキシカンのバーレストランなんですけども、自分がオーナーのこの店もずっと閉じたままだと。で、誤解なきように言っとくけども、自分たちは今なおソーシャルディスタンシングは必要だと。自分はミスターマスクだと。マスクコンテストもやってるだろうと。だけど政府からの助けがいるんだと。 25% のキャパでちっちゃいレストランとかバーとか開けたらもう大赤字だと。で、このバーサンミゲルなんですけどもね、そんな大きい店じゃないんですよね。こんな感じなんですよね。で、ちなみにね、バーサンミゲルってたびたび聞くんですけど、バーサン逃げるに聞こえるんですよね。鬼嫁いたのかなみたいなね。まあそんなことはよくて、 25% のキャパで店を開けようもんなら、これもう大赤字だと。もし客を 50% 入れれるんならまだゲームになるかもしれないけども、それでももう本当ギリギリなんだけども、
25% だともう慈善事業のようなもんだと。で、自分たちは自分も自分の従業員も労働が大好き。だけど、厳しいビジネスをやってる人に、全員にそのね、慈善事業迫るんかってことなんですよ。スモールビジネスへの助けが今すぐ必要だと。ワシントンの動きがないのはほんと悲劇的だって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、ツイッターとかでもね、たびたびね、これ批判してるんですよ。助けがないけど、めちゃくちゃ制限してる。みんな潰れるしかないんじゃないかってことですよね。周り回ってはそれが景気悪化に跳ね返ってこないのかってことですよ。現金比率を高める理由4つ目。オーバーバリューズストックですよ。確かに株式市場は 10% 落ちたけども、だけど株価は安いわけじゃないんですよ、まだ。株価が割安水準に落ちたわけではないんですよ。ジムクレーマーね。もう鼻血が出るレベルで高い銘柄がわんさかある。だから前の動画でも言ってましたけども、超超割高だったのが割高に戻っただけだと、まだまだ割高なんだぞ、株式市場。そこに来てこの大統領選挙。片方はキャピタルゲインに対する税金上げようとしてて、もう片方は中国と本格的な衝突しようとしてる。現金いいでしょうってことですよね。で、現金比率高める理由、最後の第5個目なんですけども、まあ、石油とか銀行とかもう下がっちゃってるってことですよね。リアルに下げてると。石油はもう 10% 落ちたし、銀行もね、再びひどく落ちてると。あれ、上がんのかなって思ってたらやっぱ落ちてると。で、銀行に関しては、この日、シティの CEO のマイケル・コーバットさんが来年の2月で引退することを分かって、で、その後ね、女性のね、CEO の人つくんですよね。ジェーン・フレイサーさんっていう。ジム・クレーマーね、このコーバットさんは、めちゃくちゃこのシティを、そしてその株主を儲けさせてきたと、ねぎらってるんですけども、まあ、リアルにね、石油とか銀行とか落ちてるんですよ。で、ジム・クレーマー、これらの出来事が自分に現金比率を上げさせるんだと。で、現金比率が上がると、それは、あなたに安全と自由を与えるんだと。現金があるから、バッターボックスに立って球を待てるんだと。で、現金があるから、絶好球を見極めて、いい球を振ることができる。現金比率を高めるということはもうダブルヘッダーの試合で絶好球を待てるようなもんだと。で、ジムクレーマーね、バット出してきてね。まあ、これ、ま、これ何のバットなのかね。ジムクレーマー顔を描いてるんですけど、ここにね。このバット持ってきて、現金があるからこそ絶好球を見極めて打てるんだと。そう言ってるんですよね。で、さらに言ってるのは、で、現金を持つことっていうのは、正しいマインドセットを持つことを助けるんだと。自分がね、落ち着いて、その株が割安になってるか、冷静に見極める余裕を与えるんだと。で、もしね、全然売らなくて現金なかったら、今日のような下落の日っていうのはもう気が気じゃないと。割安株を探すどころじゃなくなると。で、現金はそういった意味で、めちゃくちゃ素晴らしい資産なんだって言ってるんですよね。でね、ボトムライン結論なんですけども、例えば9月っていうのは悪い月になりやすいと。だから、今日のような下落の日っていうのは、これからいっぱいあるかもしれないと。だから、バウンスバックした時には、ちょこちょこ利確して現金比率を高めとくのもいいんじゃないかっていうことなんですよね。で、ジムクレーマーね、今自分は、高くなってる現金比率。この現金を焦って使うつもりはないと。株式市場がプルバックしてきたら買いたい銘柄っていうのはいっぱいあるんだけども、だからやっぱ買う前には本物のプルバックが必要だと。プルバックを待たないといけない。で、もしね、現金を多く持ってなかったら、このプルバックの際に、なんか買いたい時は何かを安値で売らなきゃいけないじゃないかと。で、そうじゃないと。もしまだね、自分はね、十分利確したと思ってない人がいるなら、今日のような下落の日、もし自分の現金比率が高かったらどんな気分になるのかっていうのを想像してほしいと。もしまた株式市場バウンスアップする機会があれば、まだの人はキャッシュポジションを高めるんだと。9月はね、この先今日みたいな日がいっぱいあると思っといていいと思うよってジムクレーマーも言ってるんですよ。はい、ということで視聴者から生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。マイクロンテクノロジーよりはということでね、これ半導体銘柄ですよね。で、ジムクレーマーね、これはみんなが嫌う唯一の半導体銘柄だって言ってるんですよ。ひどい言われようですけども、人に乗らんですけども、まあ株価ね、冴えないですよね。で、ジムクレーマーね、これ今持ってるんだったら、この安値で売るのはバカバカしいと思うけども、まあ、自分はね、これらの方が好きだよって言ってるんですよね。まず言ってんのが、NVIDIA。そして、AMD。そして、ブロードコム。
まあこれらの方が好きだよってジムクレーマー言ってるんですよね、半導体銘柄としては。はい、次、 ON セミコンダクターよりはということでね、これも半導体銘柄なんですよね。で、 5G プレイといえば 5G プレイなんですよ。で、ジムクレーマーね、この会社は悪い会社じゃないんだけども、半導体銘柄で 5G プレイ行くんだったらこれよりはって言ってて、まず1番目ナンバーワンはやっぱこれでしょ、マーベルテクノロジーでしょって言ってるんですよね。で、ナンバー2はこれだと、コルボ。これね、会社がね、ガイダンス上げたんですよね、一つ前のメンバー限定動画でやってますけども。で、あとナンバー3としてはこれだと、スカイワークスソリューションズだと。だ、 ON はいいけど、まあ ON って言うとね、大長島みたいですけど、 ON は悪くないけども、これらの会社には割って入れないと。やっぱマーベルでしょ、コルボでしょ、スカイワークスでしょって言ってるんですよね。で、最後なんですけども、ファイアーアイよりはということでね、今回もうよりはシリーズですよね。これサイバーセキュリティメーカーですよ。で、サイバーセキュリティはこのファイアーアイよりはって言ってて、ナンバーワンはやっぱもうこれでしょうと、クラウドストライク。で、ナンバーツーはこれですよ、 G スケーラー。で、ナンバースリーがパロワールドだと。でも、これだけでもお腹いっぱいだから、ジムクレーマーね、それ以外の銘柄にまで手を伸ばそうとは思わないよってジムクレーマー言ってるんですよね。で、今回は以上です。今日も聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、ということで今回の英語なんですけども、この最後のとこで、まあ、現金比率高めてると。で、自分はその現金を使うのを急いでないよっていうのはこれです。はい、これですよね。 And we are in no hurry to spend our cash for the trust。 もう一回聞いてみましょう。 And we're in no hurry to spend our cash for the trust。 はい、言ってますよね。で、今回これなんですよ。 In no hurry、 これ急がないですけども、急ぐときは In a hurry なんですよね。これですよ。 In a hurry、 これは慌ててとか急いでとか、そういうことですよね。で、 hurry っていうのはこれ自動詞として使われるんですよ。 hurry up って言いますよね。だから名詞としても使われるんですよ。急ぐこと、慌てることっていうね、名詞としても使われて、in a hurry っていう熟語になると、急いでっていう状態を表すんですよね。で、大急ぎとかだとね、in a great hurry とか言ったりするんですよ。だから例えばね、ジム・クレーマー left in a great hurry。ジム・クレーマーは大急ぎで去りました。とかね。で、何々のために急いでます。in a hurry to とかも言いますよね。I'm in a hurry to catch a train。電車に間に合うように急いでいます。In a hurry、 急いでる状態っていうことですよ。で、この反対が In no hurry、 もう急いでないってことなんですよね。だ、例文としては I'm in no hurry to get home、 家に帰るのに急いでません。飲みに行く、いいよいいよ、大丈夫だよ。で、 In a hurry に似たような言葉で In a rush っていうのがありますよ。 I'm in a rush。 で、反対は In no rush とかね。あとは There's no rush、 急ぐ必要はありません。このね、there's no rush ね、結構使うんですよね、仕事とかでね。あ、それ急がなくていいよ、プライオリティそんな高くないよっていう時にね、there's no rush、 no rush、 no rush って言うんですよね。ということで、ジムクレーマーね、現金比率高めてるんだけども、このトラストのために、トラストっていうのはチャリタブルトラスト、ジムクレーマーのファンドですよね。トラストのために今貯めてる自分たちの現金を使うと、要は株を買うっていうのはまだ急いでないよってことですよね。じっくり見極めて割安のものを買っていきたいと、そういうことでしたね。今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。